こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのは、こういうふうに4つのアイテムをピックアップして、今回も皆さんに1つの例としてコーディネートを紹介していきたいなというふうに思っています。今回のこのコーディネートのイメージっていうのは、フレンチワークスタイルということで組んでみようというふうに思ってるんですね。フレンチワークスタイル、イメージ的にはフランスの男たちが働くスタイルということで組んでみようというふうに思っています。まずピックアップしたのが、まずインナーのシャツがブラウン、襟のないバンドカラーのブラウンのシャツ、そしてオリーブカラーのジャケット、そしてカーキ系のチノパン、そして黒のレザーブーツ、この4つをまとめてみようというふうに思っています。皆さん、そのワークスタイルと考えたときに、まず代表的なものがこういったデニムのカバーオールっていうのがあります。これはワークスタイルの代表的なジャケットの一つなんですね。このデニムのカバーオール、このデニムのカバーオールというのはどうしてもそのアメリカンカジュアルな代表的なスタイルだと思うんですよね。アメリカンワークスタイルに表現ができるようなこのワークデニムのカバーオールになるわけですけども、どうしてもアメリカ人っぽくなる。そしてまたワークスタイルといえばこういうふうなチェックのネルシャツがありますよね。こういったデニムのカバーオールとこういうチェックのネルシャツ、こういった組み合わせをしていくと、やはりこれもどうしてもアメリカ人っぽい、アメリカのワークスタイルという表現になりがちなんですけども、今回は、冒頭でも言いましたフレンチワークスタイル、ヨーロッパの、雰囲気を表したいということで、ああいう風なデニムとかチェックのネルシャツではなくて落ち着いた色合いになっているかというふうに思います。この組み合わせがどういうふうに表現ができるのかというのを、今回は紹介していきたいなというふうに思っています。まずピックアップしたインナーのシャツの方から、こちらが襟のないバンドカラーのブラウンのワークシャツを、これをピックアップしてみました。これはメーカーが花飾りというブランドのシャツになります。この襟のないタイプというのも一つの、そのフレンチワークの特徴になるかというふうに思いますよね。そして表面ですけど、こういうちょっと毛羽立ったような、起毛されたようなタイプになっています。生地が、綿が 96%、ポリウレタンが 4% の、いわゆる伸縮性、横に伸びるような素材になっているこのワークシャツですね。で、大きなポケットが両サイドにこういうふうについています。やはりこのフラップ付きのポケットが両サイドにあるのが、ワークシャツの特徴でもありますね。こういったタイプをピックアップしてみました。そしてジャケットですが、ジャケットは岡山ブランド FOB ファクトリーのフレンチモールスキンジャケット、これをピックアップしてみました。私が着てます、これ色違いなんですけれども、私もこのねジャケットはよく愛用するんですが、このタイプもこの表面がちょっと起毛されたような、毛羽立ったようなタイプになります。これもちろん綿 100% なんですけれども、こういったジャケットを選んでみました。これを選んだっていうのは、やはりそのオリーブカラーという色合い、形がすごくシンプルな形なんですね。先ほどのデニムのカバーオールとこうやって比べてみると、こういったですね、色の雰囲気も変わってくるし、まずステッチがあるのとないのはまた変わってきますよね。今回のイメージはフレンチワークスタイルということで、これをピックアップしてみました。このオリーブカラーで表現ができているのが一つのポイントになっているかと思います。そしてパンツですが、パンツはジャケットと同じく岡山ブランド FOB ファクトリーのカーキのチノパン、これをピックアップしてみました。このチノパンの生地はウエストポイントと書かれています。ウエストポイントというのは縦糸と横糸を折っていくときに高密度でしっかりと折られていますので、張りとコシのあるしっかりとした生地になっています。もう昔ながらの生地がこのウエストポイントというんですよね。私もこれ愛用してますけども、非常に硬い感じがします。硬いで、何回も何回も洗っているんですが、柔らかくなるというよりはこの硬さが維持できるような生地、これがウエストポイントになっています。そして、シルエットは本当にシンプルなストレートタイプになっています。これをピックアップしてみました。このカーキのチノパンを選んだというのは、やはりそのインナーのブラウンのシャツとの色の組み合わせがどう表現ができるのか。そしてまた、オリーブカラーとカーキ、このパンツの組み合わせがこういうふうに表現ができるのかということで、これをピックアップしてみたわけですね。非常にその3点とも、ブラウン、オリーブ、カーキーということで、落ち着いた色合いに表現ができるのかというふうに思います。そして足元ですが、足元はイギリスを代表する名門ブランドであるクラークスのワラビーブーツ、これをピックアップしてみました。今回もやはりその冒頭で言いましたフレンチワークということで、ヨーロッパの雰囲気を表したいので、あえてこのクラークスのワラビーを選んだ。ここに例えばレッドウィングのブーツとか持ってくると、あのレッドウィングっていうのはどうしてもやっぱり先ほど言ったようにアメリカンカジュアルの代表的なブーツになりますので、ここはやはりヨーロッパを代表するクラークスのワラビーを選んでみた。さらにこの黒を選んだというのが、全体に引き締まるようにということで、あえてこのブラックのワラビーブーツをピックアップしてみたわけです。
それでは私が実際にこれを試着をしてみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。そしてまた、それぞれの詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。今回は男の冬におすすめしたいフレンチワークスタイル、こちらを今回は紹介をしていきました。